ウラジーミル・ニコライエビチ・ロボフは、ソビエト連邦の軍人。ソ連最後の参謀総長。ウラジーミル・ロボフ1935年、ロシア連邦共和国を構成する、バシキール自治ソビエト社会主義共和国の農家に生まれる。1959年、リャザン守備隊将校会館付属夜間中学校を、優秀で卒業し、中尉に任官、リャザン方兵学校生図書隊長に任命される。 その後、戦略ロケット軍の部隊に配属される。1967年、フルンゼ名称軍事アカデミーを卒業するが、当時、中祖対立の影響で、同アカデミーの卒業生は、全員、地上軍に送ることが決定されていた。1968年、ドイツ中流ソ連軍の第35自動車加速劇士団に配属。同年のプラハの時、大隊長として、 プラハに進行。1969年、自動車化創撃連隊参謀長。1970年、連隊長。1973年、レニングラード軍管区の第63教育自動車化創撃士団長に任命。1975年、少将に昇進し、アルハンゲリスクの軍団長に任命。1979年、参謀本部アカデミーを優秀で卒業し、 第28軍司令官に任命。1981年、レニングラード軍管区第一副司令官。1984年、中央アジア軍管区司令官となり、1986年のアルマータ事件では、セルゲイ・ソコロフ国防省の司令に反して、デモ隊に対して軍の出動を拒否している。1987年、ソ連軍参謀第一次長となったが、 ドミトリー・ヤゾフ国防省らソ連国防省の上層部に対して軍の改革に関する意見無心を繰り返し、ヤゾフの機避に触れて一時保された状態となった。1989年、参謀第一次長兼、ワルシャワ条約機構統合軍参謀長として復活。1991年3月、ワルシャワ条約機構が解体され、同年7月、 フルンゼ軍事アカデミー軍事科学主任、教授になる。同年8月のクーデターでは、ヤゾフも参加していた、国家非常事態委員会の不支持を宣言し、ソ連軍の全面介入を抑えた。クーデター後、ソ連軍参謀総長に就任したが、間もなく、ソ連が崩壊したため、12月に辞任した。現在、国際平和財団協会、人民の記憶社会委員会議長、 ロシア国際関係協会理事を務めている。赤旗勲章、2等、クトゥーゾフ勲章、赤星勲章、2等及び3等、軍における祖国への奉仕に対する勲章、友好勲章を受賞。歴史科学準博士、軍事科学博士、教授、ロシア自然科学アカデミー会員。最大、一男一女、三人の孫を有する。ヨカは、読書、クラシックと、 民族音楽の音楽鑑賞、感激、散歩で過ごす。ありがとうございます。